おはぴよー、どうもひなぴよーと、はい、どうもドリーです。えい、かしこきの神続きやりましょう。いきましょう。はい、ナチュラルにそろそろ言えるようになりたいね。1日目が終わって、うんうん、アリスちゃんが処刑されちゃった。うん、惜しい人材を亡くしました。亡くした。個性的な2人がすぐ死んだった、ね。そうで、朝になって誰かが襲撃されてるはずなんだけど、うん、そう、それを見る前に終わったので、うんうん、早速続きからやります。怖いな。怖いな。怖いな。翔くん死んでたらやだな。やだな。翔くん好きだよ。ね、いくぜ、うん、朝だ。また気づいたら朝になってる。キサラギさん、マーガレットちゃん、私あれからまた突然気を失ったの。そうみたい。あ、スミエ先輩も部長も、あ、あ、高梨君がいないのね。絶対お断りしてる。大丈夫か、二人とも。はい、僕は気分はあまり良くないです。それはみんなもね。でも大丈夫、今日間違えなければ。どこの死がいない、準備室を見てくる。あ、私も行く。見たくないけど、でももしかすると翔ちゃんは元気にしてるかもしれないし。僕も行きます。私も。あ、綺麗にね。綺麗にね。もう美しいよ。美しい死に顔です。美しい横顔です。あ、昨日翔が言ってた通りだ。どうして、どうしてこんなことになるの。でも翔くんが死んだってことは、翔くんはやっぱり人狼じゃなかったんや。ごめん、疑って。ごめんなさい。私たちはただいつも通り部活してただけなのに。マーガレットちゃん、守れないのか。気を失って気づいた時にはもう嫌。マーガレットちゃん、私たちも寝よっか。高梨君、マーガレットちゃん大丈夫？ごめんなさい、取り乱して。あ、謝らないでよ。こんなの誰だって耐えられない。僕ももうよくわからない。夢みたいで、でも夢だとも思えなくて。ちょっとだけ落ち着いて整理してみたの。高梨くんが狼に食われたことで、彼が本当の占い師であることはほぼ確定したわ。うん、うん、私もそう思う。翔ちゃんは本当の占い師と考えていいよ。だから三世が村人だってことも確信を持てるね。今全然見えなかった。確信を持てるね。うん、もう私たち村人には後がない。次の投票が最後の決戦。これが本当にゲームだったらいいのに。僕もゲームだと信じきれない。キサラギさんたちはあんな罠に、あんな風に、罠じゃないよ。リアルなゲームだって誰か証明してくれたらいいのに。そうだね、私の大好きなみんなをやってられない。私はゲームだなんて全く思えない。ここに一人だけ狼が残っているということがとても怖いの。中田くんを、高梨くんを、それでも狼だと気づかせずにここに紛れているなんて。そうだ、この中にいるんだ。僕も怖い。今日が最後のチャンスなんだ。この中に一人だけ。ああ。疑いたくないわ。でも風也くん、部長さん、副部長さん、この中に一匹狼がいる。ここからはあなたたち3人で話を進めてほしい。
私はその様子を見て判断していきたい。お願いしてもいいかしら。もちろん部活の頭脳が仕切ってくれるなら私たちも安心できるよ。僕も賛成。マーガレットちゃん、よろしくね。これが最後なんだ、うん、それにしても、夜が長くて気持ちがめいっちゃうよね。本当、夜が長くて、一瞬じゃねえの、出現じゃない。あ、どうなの。確かに、あ、夜ですか。あれ、あ、夜長かった。あ、気づいたら朝だったよね。ちょっと待ってくださいね、え、フーヤ君、あなた夜の間の記憶ある？うん、キサラギさんが処刑されてから、その後僕がちゃんと覚えてるなら気づいた時には朝だったよ。部長さんは？スズグモと同じだ。そうですか。ええ、私もそうです。村人は夜の間ただ気を失っていたと考えると、スミエ先輩は村人でない可能性も。え、なんでそうなるの。フーちゃんはともかく、二人はその発言に乗っかっただけにも見えなくないよ。ええ、分かってます。これはいい情報ね。副部長さんが狼で思わず口に出してしまった。そう考えるとしっくりくるわ。フーヤ君は今の発言どう思うかしら。怪しいでしょ。怪しいよ、うん、どう考えても怪しいって。うん、怪しいと思う。ええ、フーヤ君は夜の間の記憶がない。副部長さんの発言に引っかかるものがあるでしょ。うん、突っ込んじゃったもん。うん、私は副部長さんと、あ、間違えた、私は部長さんと副部長さんの発言を注視しながらフーヤ君の反応を見たいの。これからもいくつかの質問をするから嘘偽りなく答えて。うん、村人は嘘をついてはいけないのよ。分かったよ。フーヤ君が村人ならだけど。村人だよ。賛成は厳しいね。でもここでは、ここで外せないもん。私も頑張るよ。ええ、もちろんたった一つの、ザゴゲゲ現地、え、違うか、一つの現実。なんか見たことあるぞ。現地です。現地。やった、当たってた。現地、うん、ええ、もちろんたった一つの現地で判断したりしませんから。まだ処刑まで時間がある。もっとみんな村人であることを主張してほしいわ。とりあえず状況を確認しよっか。最初の夜はゴーちゃんが狼に食われた。夕方の投票ではキサラギが処刑されてしまった。そして次の夜にショウが、うん、ショウちゃん占い師のカミングアウトしてたしね。自分で食い殺されるの分かってたみたいだった。ショウはゲームって、あ、レバンブンバボンブン。ショウはゲームって言ってたけど、僕は部のみんながあんな風になっているところを見てゲームだなんて思えません。この中に狼がいるなんて思いたくない。私もよ。ここで狼を見つければさ、こんなこともう終わるから。終わったらこんなゲームもう誰も遊ばないように捨てちゃわないとね。そうだな。僕バカだけど頑張って考えるよ。狼には負けたくない。そうしてくれると助かるわ。フーヤ君が私を信頼して私に投票を合わせてくれるのなら無理をしなくてもいいけど。え、いや待てよ、僕も頑張るから見捨てないで。うわあ、思考停止ダメ絶対。ええ、当たり前です。もしここでフーヤ君が私に従うようだったらもう議論は終了してフーヤ君に投票したいぐらいだったわ。あ、正直私は全然見当ついてないんだよね。え、
うか、誰も怪しく見えないっていうか。おいつもの勘はどうした？なんか混乱しちゃってさ。だってゴーちゃん、アリスちゃん、ショウちゃん、頭悪いのに考えちゃってなんかぐちゃぐちゃなんだよね。スミエ先輩、三世は言わずもがな、ショウちゃんの占い結果で村人って分かってるし、セイヤはずっと一緒にいたからね、私に隠し事なんてできないよ。うん。でも残るフーちゃんは表情コロコロ変えてて、完全にゲームに翻弄されてるよね。きっとフーちゃんが狼ならこんなに素直に表情を変えられないだろうなって思うよ。でもそれでは副部長さんから見ると狼は存在しないことになってしまいますが。うん、だからね、勘も働かないし、誰も狼だと思えるきっかけがない。副部長さんは誰も疑ってかからないんですね。そうして同じ村人として信頼を得る作戦かしら。信頼？村人から信頼を得るって、副部長さんが狼なら、あるいは、え、スミエ先輩が狼？誰からでもいい。この人数なら一人にだけでも信用されればいいのだから。そうね、さっきのスミエ先輩は誰も怪しくないと言ったわ。誰も怪しくないなんてことないはずだ。この中に絶対に一人狼がいる。今のところ僕が怪しいと思うのは、どう言ってもスミエだよね。どう考えてもね、うん、こんなあからさまなことある？でもね、ね、案外マーガレットちゃんだったりしてな。やだ、どうなんだろう。もうとりあえずスミエちゃんにしようか、うん、スミエ先輩が怪しい。スミエ先輩が誰も怪しくないなんてそんなこと言ってしまったら、スミエ先輩から見て僕たちがただの村人だと仮定するなら、スミエ先輩自身が狼だっていうことになる。マーガレットちゃんの言う通り、村人である僕らの信用を取りに来た発言なら、惑わされないように気をつけないと。マーガレット。はい。お前はスミエを疑っているのか？あ、そうか、好きなんだね。うん、副部長さんに限ったことではないのですけど、けれどこの中では一番怪しいと思っています。このままなら私は副部長さんに投票します。スミエは違う。変わってんのかな、うん、今日間違えると村人は負けてしまう。スミエは狼じゃない。スミエに投票すると狼の思うツボだ。誰よ誰よ。マーガレットちゃん。それはつまりフーヤ君か、私が狼だと考えているんですね。副部長さんが狼じゃないと考える根拠を聞いてもいいですか？スミエとは長い付き合いだ。こいつの様子がおかしければ俺だって気づく。ちょこちょこおかしかったけどね。スミエが何かを隠しているようには見えない。スミエに投票するべきではない。狼が一匹しかいないこの状況で狼の可能性がある人をかばうメリットはない。明確な証拠ではないけれど、二人の関係を考えれば。待って、僕は狼じゃない。聖夜先輩がスミエ先輩が狼じゃないって言うなら、僕からしたら聖夜先輩かマーガレットちゃんが狼。私も聖夜は怪しいと思えないんだよね。三世は村人だったらもう確定してるし、うん、投票するなら決めらんないよ。スミエ、俺はスミエだけは狼じゃないと考えてる。投票するならおそらくスズグモだ。主人公。そんな。副部長さんは狼じゃないと部長さんは主張するのね。副部長さんも部長さんは狼じゃないと。ああそうだ。聖夜の隠し事、私分かっちゃうからね。でも
僕は狼じゃない。さっきのスミエ先輩とは似ているけど、部長はスミエ先輩の信頼を得ようとしている。ここで意見変えるの良くない気はするんだけど、私はまだスミエちゃんが怪しいと思ってるね、うん、いやじゃあ二人で満場一致だから、うん、マーガレットちゃんが村人だって占い師のショーに言われてたけど、スミエ先輩は部長が狼じゃないって主張してるだけ。きっとセイヤ先輩は幼馴染のスミエ先輩を処刑したくないんだ、うん、スミエ先輩にだって狼の可能性があるのに。少し整理がついたみたいね。え、なんでわかるの？それは見てたらわか…なんでもないわ。ありゃあらふうやくんはとてつもない集中力を持っているんだから信頼してるのよ。ありがとう。私からはこれが最後の質問です。何ですか？先に副部長さんからいいですか？オッケー、答えられることなら何だって答えるよ。スミエ先輩が狼だったとしたら、うん、中田くんを最初の夜に食い殺した理由何だと思いますか？ゴーちゃんはみんなのことをよくわかってる。少しでも様子がおかしい子がいたらすぐに見抜いちゃいそうだよね。それが怖くてゴーちゃんを食い殺したと思うよ。スミエ先輩もよく見ているんですね。それとも勘？私には勘しかないよ。頭を使うのすごく苦手だからさ。ふうやくん、今の話を聞いてどう思う？スミエがなかった。ここまで来たらもう上のな選択肢。そうだよ、うん、上だね、うん、僕はスミエ先輩が中田を食べた狼だと思う。そう、わかったわ。部長さんにも同じ質問をします。部長さんは中田くんが狼に狙われた理由をどう考えていますか？わからない。わからない？ああ、俺が狼だと仮定していたが、それならまずスミエを狙う。もちろんこれがゲームだと分かっていたならだ。スミエをあんな風にするなんて俺はできない。はい、分かっています。スミエは俺が狼だということを隠していたら間違いなく気づく。それにスミエを抜きにしたところで、頭脳であるマーガレットかゲームに慣れた高梨を狙うだろうな。まあそうだよね、うん、中田君を狙う理由がないと。ああ、あいつはいいやつだが、もともとゲームが得意なイメージはない、うん、ああ、ありがとうございます。こんな答えでいいのか？はい、十分です。じゃあ、ふうやくん、部長さんについてはどう思うかしら？これだったら下かな、うん、うん、狼じゃないと思う。部長は中田を食べた狼じゃないと思う。そうね。ありがとう。もうすぐ投票の時間ね。うん。てかマーガレットちゃんさ、うん、さっきからめっちゃ喋るな。ね。空が赤くなってきた。うん、どこじゃ。どこじゃ。ここは間違えられない。これがゲームであってもそうじゃなくても、ここで間違えちゃダメだ。絶対に。最後の投票、どうしよう。マーガレットちゃんは村人だと考えてしまっていい、うん、そして残るのは二人だ。ここまで来たら、うん、まあスミエだよね、うん、うん、スズグモ、お前の言ってることおかしすぎないか？どこだ、どこは？もしかしてお前が狼なんじゃないのか？あ、ごめん。え？
私もふーちゃんだと思うの。待ってください。ふーやくんは投票じゃないの？マーガレット、お前は鈴雲の推理をおかしいとは思わないのか？それは、それは違う。主人公、そんなんじゃないよ。僕は狼なんかじゃない。え、どっかおかしいとこあった？え、すまないスズグモ、俺はお前に投票する。私もせいちゃんと同意見。ふーちゃんごめんね。二人の指が僕に。私は信じてる、あなたじゃないことを。だから私は投票しないわ。マーガレットちゃん、でもこの処刑のルールは多数決だったよね。処刑の時間だよ、ふーちゃん。え、早え、僕は狼と疑われ処刑されてしまったけど、僕は村人だったから、うん、結局最後の投票に敗れた村人は全員狼に食い殺されてしまった、うん、バッドエンド1、主人公が、うんうんうん、なるほど、なるほど。どっか私おかしい、私ベベ私たちおかしい意見言ってたかしら、うん、どうした、どうしたの、まあこれ最初からで集めていった方がいいのかな、どこで間違えたんだろう、わかんねえんだよ、主人公怪しいとこあった、なんか意見ぶれたこと言ったかな、記憶にないね、うん、セーブが分かんなくてさ、あちょうどいい、おじゃあ待って、今一回ちょっと一回切るわ、ちょっとお客さん来ました、うん、時間に感じちゃうからいいね、はい、じゃあまた次回続きます、はい、バット1見た、楽しかった、楽しかった、おつぴよです、おつです、あいよあいよ。